広島車両所は、広島県広島市東区にある日本貨物鉄道の車両基地及び工場である。敷地面積77,803平方メートル。山陽本線の瀬の八本松間に存在する瀬の八で有名な急勾配を走行する上り貨物列車の補助機関車などが所属している。また、工場では、関西支社に所属する電気機関車、ディーゼル機関車や、 貨車の研修を行っている。また、広島貨物ターミナル駅東端の天神川駅に挟まれた場所に広島車両所がにやい発出があり、仕業検査を行っている。なお、広島機関区は乗務員区であり、研修業務は行っていない。毎年10月20日頃に一般公開している。ちなみに、修理工場第一主棟、動力室。 油ブラコは1945年の原爆投下時に被爆した被爆建物でもある。広島県広島市東区屋が5丁目1の一機関車、研修業務を行う第一種旨と、貨車研修業務を行う第二種旨が存在する。第一種旨の西側では、電車貢献庫があり、かつては西日本旅客鉄道所属電車の交番検査が行われていた。広島車両所にて、 全般検査を受けた車両、台車に検査年月日及び HS が書かれる。2021年3月現在の所属車両である。ありがとうございます。